結成14年目の群馬県ご当地アイドル赤木団の時間です。ライブ活動の傍ら、群馬県の PR 活動、介護施設等での慰問活動、赤城山での植林活動、認知症の理解を促進する認知症アンバサダーなど社会貢献活動にも積極的に貢献。そしてなんと本日は10キロマラソンリバーサイドジョギングにも出走された赤城団の皆さんです。それを感じるパフォーマンスにぜひ注目ください。群馬マラソンの赤城の皆さん、こんにちは。10キロマラソンリバーサイドマラソン赤城団完走しました。皆さんもお疲れ様でした。さあ、この後は赤城団と一緒にライブを楽しんでいきましょう。皆さん盛り上がる準備できてますか？楽しんでいきましょう。それでは赤城団のミニライブスタートです。
ちの真似をして群馬県のシンボル赤城山を作ってください。皆さん一緒にお願いします。赤城山337拍子いくぞ。せーの、ピッピッピン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 。群馬県から笑顔発信、赤城山です。よろしくお願いします。群馬マラソン、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、本当皆さん頑張りましたね。はい、赤城団も、リバーサイドとそして10キロマラソンをメンバー全員が完走しまして、その後のステージになります。今踊ってみてね、体感はどうかっていうのもちょっとこの後聞いてみたいなと思うんですけれども、はい、全力で赤城団もっともっと盛り上げていきますので、皆さんこの後も楽しんでくれますか。拍手お願いします。ありがとうございます。今日ね、県外からもう来てくださってる方もいると思うので、赤城団の説明をちょっとだけさせてください。赤城団はここ群馬県を拠点に活動しているアイドルグループで、ライブ活動の他にも群馬県を元気にするために社会貢献活動に取り組んでいます。はい、一つ目は訪問活動です。私たち赤城団は病院や老人ホームなどに行く訪問活動を行っていて、今までに約2万人のおじいちゃんおばあちゃんにお会いしてきました。そんな中でもっと認知症の方への理解を深めたいと思い、メンバー全員が認知症サポーターの資格を取り、県の認知症アンバサダーとして活動しています。イエーイ。はい、2つ目は植林活動を行っています。群馬県の赤城山に緑を増やすために植林活動を行いながら森を育てているアイドルグループです。そんな活動を群馬県から認めていただいて、今は環境 SDGs を皆さんにお伝えするファシリテーターとしても活動しています。イエーイ。はい、そして3つ目はリサイクル活動です。地域の皆さんとともに古株を集めて、それを車椅子に交換し、県に3台なんと全部の市に寄贈することができました。イエーイ。そして最後4つ目は群馬県の名産品キャベツやイチゴ、そして温泉、世界遺産の富岡製糸場と絹産業遺産群などの公式 PR ソングを歌って、全国に群馬県の魅力を発信しています。イエーイ。はい、そんな活動が認められて、赤城団はアイドルプラス群馬特使として、皆さんご存知の中山秀幸さん、井森美幸さん、そして先ほど出られていましたアンカンミンカンさんと一緒に群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしくお願いします。それでは次の曲は群馬県の名産品キャベツの曲をみんなと一緒に盛り上がりたいと思います。はい、皆さんちょっと振り付けを一緒にやってほしいです。皆さん1を出してください。前に出して、そしたら後半に群馬のキャベツはナンバーワンっていうところが出てくるんですけど、そのナンバーワンの時に1を一緒に出してください。ちょっと練習します。せーの、群馬のキャベツはナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン、群馬のキャベツはナンバーワン。バッチリです。それでは皆さん一緒に群馬の名産品キャベツの曲盛り上がっていきましょう。聞いてください。群馬のキャベツはナンバーワン。さあ、会場の皆さん一緒に手拍子を通して楽しんでいってくださいね。盛り上がっていきますよ。せーの、ナンバーワン、ナンバーワン、ところなの自然の魅力たっぷり、そしてキャベツの生産量全国ナンバーワン。キャベツは大きめの葉2、3枚で1日の消費ビタミン C をカバーすることができるんだって。キャベツから発見されたキャベジンというビタミン U は、そう、胃の分泌を丈夫にするよ。ちなみと顔はダメダメ、フレッシュキャベツに
疲れチュンチュン美味しく食べてね。千切りに漬け物脇役だって待ってるのに、コールスローハイカロリー大丈夫で明日バイバイ。お好み焼きそちょっとホールキャベツもいるし、そうよね、普段10キロ走る？走りません、ね、歩くこともしないじゃないですか、群馬県民でちょっと行ったところも車で行ったりとかするけれども、 そうですね、そんな私たちが10キロ完走しました。すごい、そうなんですよ。でもその時感じたのはね、うん、一緒に走ってるランナーの皆さんが、うん、あ、赤木なんだみたいな、一緒に頑張ろうねっていう声だったりとか、うん、沿道の皆さんの応援、そして仲間とね、みんなで最後まで走り切りたいって思いがあったから、そうだね、走り切れたと思うので、本当に皆さんありがとうございました。そして、はい、その後のリバーサイドは、はい、リバーサイドはマッタン、はい、そしてレイラちゃん、はい、そしてサヤキが走らせていただきました。お疲れ様でした。
もうリバーサイドレイラちゃんあっという間にたどり着きましたよね。そうレイラちゃんに関してはだってあれよりシャトルランの子たちと一緒に走ったからね。スタートがすごいね。すごい早かった。はい。そしてさやきはあの盲目のあのブラインドアイドル目が見えないんですけれども、今回マッタンが一緒に伴走してくれて走ることができました。はい。一回も歩かなかったよね。一回も歩かなかった。そうなんです。すっごくね風起きることが普段ないから楽しく走ることができました。今回ねあの障害を持ってる方とか、まあ、いろんな年齢ちっちゃい子からお年寄りまでいろんなさまざまな方が走られていたと思うんですけれども、そういう境界線がないような今回のイベントすごく素晴らしいなと思いました。さすが群馬県。そして今回皆さん走り終わった後何かもらえましたよね。そうです。温泉まんじゅうです。お今回テーマが温泉ということで、はい、皆さんから向かって右手側にもね足湯があったりとか温泉まんじゅうがあって全てが温泉でできていたということで、この後もあの地域の温泉とかでサービス受けられたりとかするので、この後も楽しんでいただけたらなと思います。はい、さあというわけは赤木団最後の曲はおせーの温泉。はい、そうです。群馬県の温泉の地名がいっぱい入った曲を皆さんと一緒に歌って踊りたいと思います。はい、それでは皆さん両手で L を作ってください。 L できましたか？いいですね。両手で作ってみてください。あ、皆さんできましたね。そしたら私たちの真似をして一緒に踊ってみてください。せーの、バンバンバン、バン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 、バンバンバン、バンバンバビダブ、バンバンバン、バンバンババン、バンバンバン、最後はキュー。皆さん上手です。そしてサビになったら皆さんタオル持ってますか？タオルをぐるぐる回したり、持ってない方は手をいっぱい回して最後の曲盛り上がっていただけたらと思います。皆さん最後まで盛り上がれたら大きな拍手お願いします。やったやった。それでは行きましょう。温泉大国群馬県。さあ皆さんクラップいきますよ。せーの、はいはいはい、もっと、はい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 、みんなで踊るよ。せーの、バンバンバン、バンバンバンバン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 、キュー。ひさつ話し、ひさわたり、しりおき、みなかふたりがわ、うのせ、うびすしま、さきおの、わからがわ、うのかいら、しんかのわ、おー、それがつかう。いかはかみまく、さわかくしのせいかう。ゆんまりわたくさんのおみせ、疲れを癒してね、ゆっくり頭に頭に足もいいかもね。よーい、そうそう、いくよ。さあ、もっと回せよ。ポンカポンカ、ああいいゆうのをポンカポンカ、あいらぶよ。温泉卵に温泉まんじゅう、筆焼きまんじゅう食べたいな。食べてばっかいないで、カメラ入るよ。皆さん一緒に手を回してください。回すよ。ポッカポッカ、ああいい湯だわ。ポッカポッカ、あいらぐせーの、温泉大国群馬に。もう一回。ポッカポッカ、ああ
スゴーゴー最高のケチャお願いね。毎日は仕事と疲れそうです。毎日家事をありがとう。一緒に汗かいだポッカポッカ愛言うのはポッカポッカ愛お知らせです。なんと赤木団は FM 群馬でレギュラー番組を持っています。イエーイ。先ほど、まあ、今もいらっしゃるかな、アンカンミンカンさんと一緒にアンカン銀団という番組をやっています。毎月第1木曜日午前11時30分からです。皆さんぜひアンカン銀団聞いてください。よろしくお願いします。そしてあーちゃん、はい、スタジオやってますね。そうです、私も FM 群馬の方で中山秀幸の夕焼け盆中という番組に10月から新パーソナリティとして参加させていただいています。毎週金曜日夕方の4時から7時までです。中山秀幸さんと一緒に群馬県を盛り上げてる番組です。よかったら皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。イエーイ。さあそれでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。楽しんでいただけたら大きな拍手お願いします。ありがとう。これからも群馬特殊アイドルとして群馬県をもっともっといろんな形で盛り上げていきたいと思います。今日はメンバー全員が完走できてとっても嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、私たち群馬県から笑顔発信あがり団でした。ありがとうございました。皆さんもゆっくり休んでください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ぜひ入れる方一緒に入ってください。ではまずは大きなカメラできますよ。では皆さん両手拳を上げてくださいね。群馬マラソン最高。ありがとうございます。次赤木団のカメラでも行きます。皆さん笑顔で行きますよ。群馬マラソン